の需要っていうのは減ることもあるということですよね。しかし信越化学は常に全量生産ということですよね。じゃあどうするんだ。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。はい、今回は信越化学投資対象としてはということでやっていきたいと思います。はい、結論は配当は平均以上、そして株価は上がるというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、信越化学ですね、投資家目線で投資対象として見た場合、配当は平均以上ですと、で株価は割安だということですね。はい、なので買い増しを続けながら長期的に複利で資産形成していきたい賢明な投資家にとっては魅力的な投資対象の一つというふうに認識しています。はい、しかも、他の主要な数字もですね、平均と、比べた時にですね、例えば営業利益率、売上に対して営業利益がどれぐらい残っているかというのは信越化学は平均に比べて 4.5 倍、営業利益の成長率ですね、5年間でどれぐらい営業利益の金額が増えているかという5年平均で見た時に信越化学は平均の 5.9 倍と、で生産性ですね、従業員1人当たりの営業利益で見た時は平均に比べて信越化学は9倍、そして ROE ですね、リターンオンイクイティということで、企業にとっては自分たちが持っている純資産というのをどれぐらい上手に使ってお金を稼いでいるかという、お金の使い方の上手さですね、株主を企業のオーナーというふうに見たときに、オーナー株主から見て企業はどれぐらいですね、1年間で自分たちの純資産を増やすことができているかという、株主にとっての利回りにあたる数字になりますけれども、こちらの方が 1.4 倍平均に比べて信越化学が優れているということです。はい、ということで、主要な株価指標で見たときに、全て信越化学は平均で に比べて勝っているということですね。で、他の企業と同じ経済情勢なのにこんなすごい企業がたまたま偶然なんとなく作られるということがあるのかということなんですけど、もちろんないということですね。はい、つまりすごい企業っていうのは決して偶然ではなくて必然的に作られるということです。はい、もし人生が偶然ならなぜ勉強などする必要があると、人生は宝くじじゃないということですね。はい、そしてその必然性を作るのは当然会社であれば社長ということになります。はい、そして現在のすごい信越化学を必然的に作ったのは神奈川千尋社長、現会長ということですね。で、東京大学法学部卒の神奈川社長は日本人でありながら非常に合理的な思考で信越化学を経営しているということです。はい、すなわち私のボスは株主と、会社の利益を最大化して株主価値を最大化するのが私の責務ということですね。はい、つまり平均的な日本企業っていうのは会社はみんなのものというそういう考え方っていうのが経営者は持ってしまっているということですね。で、会社って誰のものですかと、みんなのものですと、ね、要するに利害関係者全員のものですと、株主のものであり経営陣のものであり管理職のものであり現場の社員たちのものでありアルバイトパートの、人たちのものであり取引先の、ための、ものでもあり地域のためであり国のためであり世界のための、私たち日本企業ですみたいな、そういう、企業が、平均的な日本企業、そういった平均的な日本企業が平均的な、数字指標っていうのを出してるわけですね。で、その企業と違うから違う数字が出てるわけです。はい、信越化学はもう明らかに会社は株主のものというふうにトップが明言しています。はい、だから神奈川社長はですね、社長就任後最初にですね、信越化学の官僚制組織と戦ったということですよね。だからご自身が社長になった時に一番最初に取り組んだことっていうのは組織改革だったということなんですね。はい、例えば神奈川社長以前の信越化学はですね、なぜか毎年無意味に新卒社員を600名ずつ採用し続けていたということです。はい、で、神奈川社長が人事部長に理由を問いただすと、各部署からの希望採用人数の合計が700名だったので、むしろ100名削減して600名にしましたというような、そういう回答が返ってきたということですよね。で、仕事の方が大して増えてないのに従業員数の方だけを増やし続けてしまえば当然生産性は下がるということです。生産性というのは従業員1人当たりの営業利益なので、営業利益を従業員数で割るわけですよね。ってことは分母の従業員数がどんどん増え続ければ、会社の生産性っていうのは上がらない、下がってしまうということです。はい、だから
人事部長が官僚制組織の中で既得権益を持ってしまっていることに、まあ、大きな危機感を感じた神奈川社長はですね、まあ、その年の新卒採用者数を、まあ、なんとゼロにしたということですよね。だから600人っていう希望に対して採用しないと、ゼロというのをまあ断行したということです。はい、縦割り官僚制組織は大企業病というがんの原因だということです。はい、結局神奈川社長がですね、まあ、社長就任後最初の5年間っていうのは、まあ、徹底的に官僚制組織と戦い、そして、まあ、組織全体を世界と戦える少数精鋭の合理的集団に、まあ、変えていったということです。はい、私のボスは株主、会社の利益を最大化して株主価値を最大化するのが私の責務ということですね。はい、だから、まあ、新月化学のアメリカ子会社であるシンテック社が、まあ、売上8572億に対して、まあ、従業員数1738人で1人当たり売上がですね、まあ、計算した時に、まあ、従業員1人当たりの売上が、まあ、5億という数字が出てるということですよね。はい、こういった、まあ、大きな数字、素晴らしい数字が出てるのは決して偶然ではないということです。まあ、必然だということですね。なぜかっていうと、組織は最初からリストラされた状態が理想ということです。だから途中でリストラしていくんじゃなくて、一番最初の状態からリストラされた状態が理想ということです。つまり不必要な人は最初から取らないという、まあ、そういう方針を、まあ、明らかに明確な方針に基づいて経営を進めていたからということですね。で、まあ、神奈川社長自らシンテク社を率いていた時っていうのは、シンテク社の、まあ、営業の人数ですね、まあ、要するに塩化ビニール樹脂塩ビを実際顧客に売りに行くその営業の従業員の人数っていうのは、まあ、なんとわずか5人だったということです。5人で新越化学、まあ、シンテックの塩ビっていうのをアメリカの顧客に売っていたということです。はい、で塩化ビニール樹脂塩ビっていうのはまず顧客が法人であるということですね。だから一般消費者みたいにいっぱいたくさんの人たちが、まあ、見込み客でいるわけじゃないということです。だからある程度大きな会社企業がまとまって大量の塩ビっていうのを買ってくれるということなので、だから顧客が法人だということですよね。だからそもそも顧客数が少ないというのがまず一点としてあるということです。しかも塩化ビニール樹脂塩ビっていうのは顧客にとっては汎用品と、まあ、特注品ではないということですよね。汎用品ということなので、じゃあ何で顧客は購入決定するかって言ったら結局価格ということですよね。だからまあはっきり言ったら顧客から見たらですね、まあ、ほとんどどの会社が提供する塩ビも、まあ、自分たちが必要としている、まあ、ある一定品質っていうのをもう満たしているということですよね。だからまあ結局作り手側の現場からするとその品質には差があったとしても、顧客にとってはこれぐらいの要求でいう顧客が求めている水準の、まあ、結局塩ビの品質っていうのはどの企業も提供しているわけです。ってことは品質で差がつかない、汎用品だということで、だったらもうじゃあ最後何でか、どこの会社から塩ビを買うかというのを決めるのが、まあ、結局価格勝負になるということですね。だったらアメリカの塩ビ市場で最高発の、まあ、新越化学、まあ、22社、参加してたということですよね。アメリカ市場の中で塩ビっていうのを、まあ、売るっていう会社が22社参加していた、その最高発の新越化学が勝つ唯一の方法っていうのは、新越化学が最も少ない経費で塩ビを生産するということです。それでしか結局もう勝てないというふうに、まあ、神奈川社長は判断したということです。でもし新越化学が最も安くで顧客に塩ビを提案することができれば、まあ、営業員のですね、まあ、何人で売るのかっていう人数は関係ないということですね。まあ、競合に勝つべくして勝っているということです。だから顧客にとってほぼ同じ品質の塩ビっていうのが並んでるんだったら、じゃあうちが一番安いですよねということで、まあ、勝つべくして勝っているということです。はい、でも神奈川社長の方針っていうのは、まあ、超わかりやすいコストリーダーシップ戦略ということですよね。まあ、一番もう戦略のもう一番基本中の基本っていうのはコストリーダーシップ戦略か差別化戦略ということですよね。だからもう結局一番安い経費で作って結果的に低価格を実現するか、もしくはもう特注品でもう自分たちの会社しか提供することができないもう差別化された特注品専門品を提供するか、究極二択なわけですけれども、その中で、まあ、結局
もう信越化学の MB はコストリーダーシップでいくということですよね。だからどの会社よりも一番小さな経費で作って、それで顧客にとって、まあ、一番価格でが魅力になるという、まあ、そういうはっきりとした分かりやすい戦略で、まあ、経営を進めていったということです。はい、だから金川社長はですね、まあ、人を取らない代わりに新テク社の設備投資は増強し続けたということです。はい、だからまあ会社で売上が上がりました、利益が出ました、人は取りませんということですよね。その代わり設備投資は増強し続けたということです。はい、結果アメリカの新テク社の、まあ、塩ビの生産能力っていうのはですね、まあ、結局アメリカに子会社作ってから、まあ、35倍まで拡大したということです。で、まず、とにかく塩ビの設備投資っていうのを毎年毎年計画的に着実に行い続けるということです。だから、信越化学新テク社の生産能力っていうのをひたすら上げ続けますと。で、生産能力が上がってる状態で常に工場をフル稼働させて大量生産をしますということですね。そうすると塩ビ1トンあたりの固定っていうのがどんどん下がり続けるということになります。同じ1000億を設備投資に投資したんだったら、だったらたくさん作った方がいいと。どうせお金を使ったんだったらそれだけたくさん作りましょうと。たくさん作り続けることで固定費を下げ続けて、結果的には固定費が下がってるんで、顧客に対しては低価格の塩ビっていうのを提案することができるようになっているということです。はい、まあ、必然的に規模の経済っていうのを最大化し続けているということですね。はい、故に、まあ、アメリカ塩ビ市場最高発の新テック社は、まあ、競合をすべてごぼう抜きすることに成功して世界シェア1位企業になったということです。はい、私のボスは株主、会社の利益を最大化して株主価値を最大化するのが私の責務ということですね。はい、ではなぜ世界経済の情勢が変わり続けているにもかかわらず新テック社は右肩上がりの成長を続けることができたのかということなんですけれども、はい、しかもですね、まあ、塩ビはアメリカの住宅市場の需要変動というのをまあ受けるはずだということですよね。まあ、塩ビっていうのは、まあ、例えばパイプだったとか、もしくは窓サッシですよね、窓枠に使われたりということで、まあ、アメリカの住宅市場の、まあ、アメリカ人がアメリカの新築住宅を建てたいという需要が大きくなればなるだけ塩ビもどんどん売れると、まあ、逆にアメリカ人がですね、アメリカの新築住宅っていうのをあんまり希望しなくなったら、当然その材料である塩ビも、まあ、売れなくなるということで、まあ、塩ビはアメリカの住宅市場の需要変動を受けるはずなのに、なぜ右肩上がりの、まあ、業績っていうのを出すことができているのかということですよね。はい、例えば、まあ、2008年の、まあ、リーマンショックでですね、アメリカにおける新築住宅の需要っていうのは激減したということですよね。で、当然新築住宅の需要が激減したのだったら、その材料の塩ビも需要はアメリカでは激減しているということです。はい、しかし金川社長の方針は設備投資はとにかく増強ということですよね。そして、まあ、規模の経済を最大化し続けるためにこそ全量生産全量販売ということです。だから需要関係ないと、ね、需要が変動が、ね、増えたとか減ったとかっていうことじゃなくて、とにかく自分たちが持っている生産能力のフルで全量を作って、そしてそれは全部売るというのがもうとにかく社長方針になっているということです。はい、だから需要は減ることもありますと。だから、アメリカの住宅市場の、まあ、アメリカ新築住宅の需要、そして塩ビの需要っていうのは減ることもあるということですよね。しかし信越化学は常に全量生産ということですよね。じゃあどうするんだということになるわけですけど、まあ、借金嫌い在庫嫌いということですね。もしアメリカで売れないときは全世界で売り切るのみということです。はい、だからアメリカの塩ビ需要が小さいときはもうアメリカ以外ヨーロッパ中東アフリカでも売ると、とにかく作ったものは全部売るということですよね。はい、逆にアメリカの塩ビ需要が旺盛なとき、アメリカで新築住宅の需要が増えました、塩ビの顧客からの需要っていうのも旺盛になりましたというときであれば、そのときは値上げして、なおかつそのときこそ長期で受注をするということですよね。だから長期契約をその時に結ぶということです。はい、好景気なら誰でも売れる、だから不景気でも利益を出すためにこそ経営者はいるということです。はい、故にアメリカ塩ビ市場の需要変動に関係なく信越化学は伸び続けているということですね。まあ、こんなすごい会社がたまたま偶然なんとなく作られるなんてことはないということです。もし人生が偶然ならなぜ勉強などする必要があると。人生は宝くじじゃないということですね。はい、すごい会社は有能な社長が
掲げる明確な戦略に基づいて必然的に築かれていくということですね。私のボスは株主、会社の利益を最大化して株主価値を最大化するのが私の責務ということです。はい、このように、信越化学は強い経営者に率いられた少数精鋭集団がですね、世界で勝つべくして必然的に勝ち続けている企業だということです。はい、にもかかわらず信越化学がなぜ割安なのかということですよね。はい、もちろん合理的な理由などあろうはずがないということです。実際過去10年間の PER、プライスアーニングレーション、株価収益率を見たときに、当期純利益の何倍になっているかということで、25.1 倍とか 26.3 倍とか、そういう割高の方がむしろ当たり前だったということです。はい、なので、信越化学は買い時というふうに判断しています。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということですね。はい、よって信越化学の今後の株価はですね、17,420 円が 23,321 円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回はですね、信越化学投資対象としてはということなんですけど、配当は平均以上、そして株価は上がるというのが今回の動画になります。はい、そしてですね、最後に大事なお知らせを1点させてください。あと8日後の12月14日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。